リング上はハル・ソノダ対オレイ・アンダーソンの30分の一本勝負、今ゴングが鳴りました。解説の方は雑誌ゴングでおなじみの竹内康介さんです。さあ、好対照の勝負になりそうですけれども、ハル・ソノダがどこまでこのオレイ・アンダーソンに食い込めるか、これがポイントですね。ただオレイの場合ベテランで相当しぶといですからね、はい、今度のパワーがどこまで通じるかですね。そうですね、ウェイトもそれから体重も相当差がありますが、オレイ・アンダーソン183センチ120キロ、ハル・ソノダが180センチ110キロでございます。このオレイ・アンダーソンは今行われておりますユナイテッドナショナルヘビー級の王座決定リーグ戦に登場したんですが、いいところまで行ったんですけど、残念ながら決勝進出なりませんでしたね。やっぱり特にですね、その元気のいい選手ばっかり今回集まってましたからね、はい、その面でちょっとオレイの持ち味やっぱり生かしきれなかったですね。そうですね、アンダーソンブラザーズとしてアメリカで大いに鳴らしました、そのオレイ・アンダーソンであります。アメリカで3兄弟いるわけですが、レスリング生活続けてるのはこの選手だけですか？あと1人、長男ジーン・アンダーソンが時折試合をまだ今でもやってますね。あ、そうですか。何しろこのスタン・ハンセンと一緒にチームを作りまして、タッグでジョージア州あたりを大いに暴れておりましたオレイ・アンダーソンです。それほど竹内さん、あれですね、派手さはないんですが、この一つ一つの技、いぶし銀のようなテクニック見せますね。なんですか、その小技といいますかね、その小技と重みですね、試合の駆け引き、このあたりが非常にやっぱりいいものを持ってるんですけどね。そうですね、ただ大きなやっぱり必殺技がないもんで、どうしてもやっぱりビッグチャンスではつかみきれなかったですね、はい。トランクスにアメリカの星を抜い取りました。いかにもアメリカのレスラーという感じがいたします。体格がいいオレイ・アンダーソン、さあ一方のハル・ソノダであります。その名にとりましては相当竹内さん手強い相手ですよね。そうですね、やっぱりユナイテッド その決定戦に出てた選手ですからね、そういう面でも園田としてはやっぱ一発食いたいところでしょうけどね、はい。まあ、園田としてはなかなかこのターゲットにする選手が現れない、まあ、ジャパンプロレスの小林邦明あたりを目標にしているということなんですけれども、燃える相手を早く見つけたいですよね。そういう面でですね、今の110キロという体重が非常にちょっと中途半端なところにあるわけですよね。そうなんですね、やっぱり5キロ絞って落とすか、あとはやっぱりあと5キロアップさせて完全なヘビー級でいくか、これやっぱりもうちょっとやっぱその体重をうまく調整しないとですね、ターゲットを見つけにくいですね。もし5キロ落としてジュニアヘビーに返り咲くことになると、あのタイガーマスクが返上した、ジュニアヘビーのタイトルを狙えるんですけどね。やっぱそういう面でやっぱり今現在これ5キロ落としてみた方がちょっといいと思うんですけどね、はい。まあ、果たして今後の、まあ、生き方といいますか、どういう進路を決めてまいりますか。ハル・ソノダ、さあ反撃を開始いたします。さあオレイ・アンダーソンもコーナーの方に追い詰めました。さあハル・ソノダの攻撃ラッシュが始まりました。さあソバット攻撃、これはあのザ・グレート歌舞伎仕込みであります。ソバット攻撃を見せました。これがまあハル・ソノダの最大の持ち味と言っていいんですか。そうですね、それがもう今回もう今日出てしまいましたからね、はい、この後何の技でつないでいくかですね。そうですね、まあ、マジックドラゴンを名乗っていた時にはいわゆるこの変幻自在の戦法で、うまく勝負をまとめるという試合の駆け引きを持っておりましたこのハル・ソノダでありますが、しかしどうしても伸びきれない、そういう感じがあります。さあチョップ合戦になってまいりました。さあ今ロープを背にしておりますのがオレイ・アンダーソン、しかし馬力がありますから、ここでチャンスを使いますと一気呵成にやってまいります。このリング生活20年以上のオレイ・アンダーソンですから、チャンスを見たら非常に速い攻め方ですよね。そういうことですね、当然短期勝負になってくるでしょうね、はい。さあ力任せに思い切ってロープに投げて、さあカウンターのキックを狙ってまいります。オレイ・アンダーソンです。アメリカのミネソタ大学の出身、まあ、アマレスのキャプテンをやっておりましたこのオレイ・アンダーソン、そして AWA のボスでありますバンガニアスクールの出身、まあ、大学でアマチュアレスリングを学び、それから非常に厳しい師匠でありますバンガニアにプロレスを学び、もう鬼に金棒ですよ ね、 そうですね。しかもそのデビューした時にもう AWA のルーキーオブザイヤーになったわけですからね、はい。まあ、残念ながらこのユナイテッドナショナルヘビー級の王座という道は閉ざされました。結局はテッド・デビアスと天竜の勝負ですか。そういうことですね、はい。さあもう手4つを完全に抑え込んで体固めに持っていこうとするオレイ・アンダーソンであります。ハル・ソノダもなんとかこの辺はコーナーから切り抜けて自分のペースを取りたいところでありますが、こう大きい選手が乗っかってきますと小兵のソノダとしては苦しいですね。グランドの密着はやっぱり良くないです ね。なんとか距離を保って離れて得意のキック、そういったものを打ちたいところであります。密着プレーに出てまいりましたオレイ・アンダーソン。
それから最近はまあキャリアを重ねたこのオレ・アンダーソンはプロモーターとしても非常に発言力があるそうですね。特にあのジョージア地区ではですね、非常にビッグプロモーターの一人としてやっぱり名前を連ねてますね。あビッグの名前がつくわけですか。もうビッグプロモーターの強いですね、はい、そうですか。さあそのオレ・アンダーソン目指しまして、めがけまして、ハル・ソノダ得意のキック戦法を打ってまいります。初めてロープに釘付けにした。勝負の方は5分が経過。さあエルボーを打ってまいります、エルボーを打ってまいります。ハル・ソノダ、さあ何どういう連続攻撃を考えてますか。組み投げでリング中央に引っ張り込んできて、今度はスリーパーホールドに取ります。相手が大きい選手にこの裸締めというのはどうなんですか。ただこれ逆にですね、体重差がありますから、ああいう形で暴れられますとね、さほどやっぱりその締める効果がないと思うんですよね。はい、もうすでにこのハルソノダの左のカイナがですね、緩んできましたね。さあしかししっかりとオレ・アンダーソンの首玉にしがみついていると、そういうような戦法ハルソノダ、もう全日本プロレスの中でも中堅に育ってまいりましたハルソノダです。そのあたりが竹内さんどうでしょうか。あの現在カルガリーハリケーンズ、はい、嵐のようにこの全日本マットを襲ってますけれども、あの一人小さいヒロサイトあたり狙いつけてもいいんじゃないでしょうかね。そうですね、やっぱり迎撃のですね、やっぱりそのトップを切ってやっぱりぶつかっていってほしいですね。そうですね、はい、カルガリーハリケーンズの勝負も重ねてまいりました。このハルソノダ、まあ先兵役として大いに暴れまくっているんですけれども、どうしてもこのカルガリーハリケーンズの親分格スーパーストロングマシーンの空中ラリアットあたりに的にされてしまいます。ハル・ソノダです。今一番竹内さん苦しい時期ですか、ソノダは。そうですね、まあ、スタンプというほどではないんですけどもね、やっぱりそのどういう形で自分のそのレスリングのスタイルを確立していくか、はい、これがやっぱり非常にやっぱりキャリア的にも悩む時期でしょうね。はい、まあ、同期生には淵正信選手がいますよね。淵の場合はやや逆に吹っ切れてますからね、そういう面でやっぱ相場の早い時期のその吹っ切りがやっぱり欲しいところですね。はい、さあ口ひげを蓄えましたハル・ソノダ。さあ黒いトランクス、もう一回スリーパーホールド。さあそのままキャンバスに寝かせます。裸締めが徐々に効いているような感じがいたします。しかし時折こういうキャリアを積んだ選手というのは振りをしますからね。そうなんですね、決めさせておいてですね、やっぱ一発逆転狙ってきますからね。そうなんですね。オレ・アンダーソンの表情をちょっと覗いてみましょう。どう見ます。もう海戦山戦ですからね、この表情だけではちょっと分かんないですね。分かりませんね。さあもう一度左のカイナの力を思い切って入れました。ハル・ソノダ対オレ・アンダーソンの30分の一本勝負、会場は兵庫県立文化体育館であります。そうですね、プロレス会場としては手頃な大きさですね。ちょうどいいんじゃないですか ね、関西の一つの新しい拠点になりそうですね。はい、今後もおそらくプロレス会場として、兵庫のお客様あたりたくさん集めるのではないかと思います。兵庫県立、文化体育館リング場です。かなり熱っぽい雰囲気にはなってきておりますが、オレ・アンダーソンの方がもう余裕しゃくしゃくで今攻めさせてますね。こんな感じしますね。ずっとスリーパーホールドです。これはハル・ソノダとしては考えている戦法でしょうか。いやただ逆にちょっと攻めあぐんでんじゃないですかね。ちょっとあまりのスーパーが長すぎますよね。はい、そう簡単には負けませんよとハル・ソノダは控え室では言っておりましたけれども、これが考え抜いた技なら後半に効き目が現れるでしょう。さあ巨体オレ・アンダーソン183センチをキャンバスに寝かせつけました。グランドでの攻めに変わってきましたね。変わってきましたね、こうなってくるとやっぱ展開ちょっと変わってくるんですけどね。そうなんですね。もう一度オレ・アンダーソンの表情を見ましょう。やっぱり裸締めがちょっと効いてきているような感じが見受けられます。また半身の体勢にも持っていこうとする。左の手がハル・ソノダの首の後ろ側に回りました。なんとか振りほどこうとするオレ・アンダーソンです。今度は右手でこの鼻っ柱を打ってるんですか。目ですかね、はい、完全に溶けました。ハルソノダの体が離れました。さあ両選手立ち上がっています。さあこの後オレ・アンダーソンが馬力をかけて攻め込んでくるでしょう。さあ髪の毛を掴んで思い切って拳打ち、これは失敗。さあ園田が下から潜り込んでチョップだチョップだ、これはいい当たり。さあ熱い村板を打ちます。真っ赤に腫れ上がりましたオレ・アンダーソンの村板。そして再び裸締めスリーパーホールド、がっちりと今度は食い込んでいる。
オレ・アンダーソンの表情もやや鈍くなってまいりました。勝負は10分が経過。そして首の後ろですか、後頭部ですね、後頭部を思ってエルボー2発打ちました。そしてヘッドバット攻撃。勝負は早くも10分が経過。さあ小兵ハル・ソノダがかなりのところまで押してますよね。前線してますね。ねえ、ですから攻め込むなら今ですね。今ですね、ここで畳みかけるようなハル・ソノダの大技があればいいんですが、さあ飛び上がってのヘッドバット、そして体固めの体勢に持っていこうとするハル・ソノダ、今度は左の脇の下あたりを攻め込んでいます。再びスリーパーホールド、しつこく攻めます。今夜のハル・ソノダです。もうどうでしょう、貫禄からいっても負けてもともとですからね。そうですね、思い切った勝負が必要ですね。思い切った勝負みたいですね。そうですね。さあオレ・アンダーソンの表情もちょっと鈍りがち。セカンドロープに左の腕をかけました。さあ園田が攻め込んでいく。もし今夜このベテランのオレ・アンダーソンから金星、大金星を取ると自信につながってまいります、ハル・ソノダ。しかしオレ・アンダーソンの右のこのエルボーバット強引に仕掛けてまいりました。そしてコーナーに持ってきて思い切って覆いかぶさります。ここからどういう攻め方を考えてますか、オレ・アンダーソンです。相当裸締めで締められましたので息が荒れてまいりました。荒っぽい技を出してくるでしょう。さあ手も仰ぎます、オレ・アンダーソン。今度はキック攻撃、左の肩を狙い撃ち。ハル・ソノダが攻められる番だ。どこまで耐えられるか。さあいった、オレ・アンダーソンのキック攻撃、猛ラッシュをかけてまいりました。やはり馬力が違いますね。この辺になってくとやっぱりその上との差っていうのが出てくるんですよね。そうなんですね。さあ今度はコーナーマットへ、もう好き放題やっています、オレ・アンダーソン。そろそろ頭の中はフィニッシュフォールド考えてますね。なんできますかね、なんできますかね。おダブルチョップを落としてきた。完全に相手に大きなダメージを与えて、今度は思い切って1回はここでカバーの体勢、跳ね上げます、ハル・ソノダ。さあ腕を取った、腕を取ります。さあオレ・アンダーソンがブレンバスターだ。これが思い切って反り返って投げますと相当ダメージを受けます。空中高く持ち上げて思い切って落としました。左の肩を打ってるんですね。肩打ってますね、さあ攻めるオレ・アンダーソン、ブレンバスターを打って余裕しゃくしゃくポーンとセカンドロープにジャンプ1番。さあ後ろから狙い撃ち、なんだ、おお、ジャンピング2位です。肩を打ってますね。なかなかやっぱいい技を出しますね、はい、飛び上がってジャンピング2位を打ちます、オレ・アンダーソン。さあもう今度は右の肩に担ぎ上げました。さあ肩砕きからショルダーバスター、おっと左の膝に落としましたね。そしてエビの体勢でカウント3。まさに余裕しゃくしゃく、オレ・アンダーソン、ハル・ソノダを打ち破った一戦。勝負の方は13分6秒であります。ハル・ソノダも相当攻め込んだんではありますが、やはり馬力に物を言わせましたオレ・アンダーソン、13分6秒で勝負をつけました。